なに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 なんか、え、なになになにこれ、は、なんじゃこれ、なんぞ、え、どうもこんにちは、ミスター GT5 モッドです。はい、ということで、モンスターハンターワールド実況パート4になります。ちょっとつ猛進のヤカルたちっていうね、メインミッションを進めていきたいと思います。マグダラオスの痕跡が発見された。5機団のハンターは今週痕跡回収を行う学者を現地まで護衛するよう、大型モンスターと遭遇した場合は、学者の安全を優先し狩猟を頼むってことですね。すごいね、今マグダラオスの痕跡あったね。ベータ版でね、散々ネルギガンテをぶっ倒しに来たけども、お姉ちゃん可愛いね。これさ、運んでるこの車の角部分、これディアブロスの角じゃない？これいよいよ違った？この角ディアブロスの角に見えるんだけど。さあ何をするのかな。まずは痕跡を回収するのが主任務。オーアリスカの麓にあるようです。麓にあるようです。私たちの護衛をお願いします。あ、護衛するんだ、なるほど。じゃあなんか敵が来たらぶっ倒す的な。うわすげえ、モンハンにそんなことできるようになったの。そういうミッション、これは楽しい。なんかもうモンハンじゃねえし。あ、ちょっと待ってよ、そのなんだピンク色のウサギちゃん、ちょっと待って、あ、どっか隠れちゃったか。あれ捕まえようと思ったんだけどな、今特有の生態系も見られるんじゃ。本当ですね、特有の生態系が早速現れた目の前に。あ、そこにさ種ビーシあるんだよね、それ知ってんだよね。ちょっと種ビーシ拾わせて、先に種ビーシだけどっかあったはず、ここら辺にあったはず。これ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 、これベータ版の時にね散々お世話になったからね。これなに、オオアリ塚って、あのなんか太くぶっ立ってる、まっすぐにぶっ立ってるやつ、あれがオオアリ塚なのか。でかいアリとかじゃあ捕まえられるのかな、名前通り。下り坂ですね。お、重い。大丈夫、下り坂滑らない、滑ってこない。あ、なんかすごいきつそう。あ、なんかきつそう。可愛いな、見ててめっちゃ可愛いな。皆さん気をつけて、相棒。なに、こっちに来てください。お、リオレイヤーじゃん。お、すごい、陸の女王のお出ましか。これはまずい、陸の女王のお出ましや。メスカリュー、リオレイヤー、皆の衆、分かっておるな、ここで撃つ手はただ一つ、逃げるが勝ち。逃げの一手じゃだよね、逃げるよね。急いで通り抜けますよ。は、通り抜けんの。スリンガーを撃って音を出せば離れた場所に気を引けるかもしれません。スリンガー撃って音を出す、そんないきなり言われても、いやいや音を出すアイテムとか持ってないし。なになになに、どうすればいいんじゃ。今だ、走れ。いや音立ててないけどね、普通に逃げれたっていう。別に音立てなくてよかったよ、これ普通に逃げれたわ。すごい、ジキャラ結構かわいい。やっぱ画質すげえな、モンハンにムービーが入るってほんと感動だよ。未だに鳥肌立ってるわ。なんか青い光になってるね。今までシルベムシ緑だったのに。めっちゃじいさんのも興奮してるぞ。大丈夫か、落ち着け、燃やされるなよ。これ爆破落ちとかないか。あ、なんかいきなりモンスター出てきそう。なんかめっちゃハンター警戒してるよ、めっちゃ警戒してるよ。あー来た来た、例のごとく案の定。あー、へい、いらっしゃいませ。ドサリュー、ドシャリュー、ボルボロス。めっちゃいいリアクション。おっちゃん可愛いな、マスコットキャラにしてよ、ほんと超可愛い。逃げる、受付所。何これ、トマト、つぶてのみ。お、かっこいい。おお映画やん、もうなんかモンスターハンターっていうこれ映画を見に来たかのような。かっこいいハンター、何今の。身体能力高すぎでしょう。お、いきなり格闘始まったよ。急な信号の発信が可能になりました。よし、急な信号発信するわ。あ、やばい、この状況で発信したら殺される。ああ、あんなんじゃ。よし、じゃあ仲間が来るまでにちょっとフルボックにしよっか。仲間が来るのが先か、俺がこいつを倒すのが先か、勝負だ。うお、やばいやばい、まあ、ベータ版でね
ボルボロスとはもう戦ってるんで、一回ハンマーだったんだけど、あの時ヘビーボーガンだ。どうなんだ。おお、なんか今貫通してこなかった。そこ高台だよ。段差あるのに段差をなんかないかのごとく普通に歩いてきたけど、ボルボロスは確か前足、手っていうのかな、手って言った方が適切か。あそこが弱点なんだよね。だこの高台のせいですごい戦いづらくなってる。登ったり降りたりちょっとすごいやりづらいぞ。あ、やっぱり手にめっちゃダメージ入ってんだ。ここだよな、手だよな。なに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 なんか、なになになにこれ、はなんじゃこれ、なんぞ、なになになにすごいすごいギミック。なに、アリの、アリ地獄かこれ、まるで。すごい、ボルボロスまで落っこってきたよ。背中どうだ。あ、背中も結構入るね。あー、背中打ち込むの楽しい。ここにちょっと流撃弾浴びせたいんだけど、間に合うかこれ。間に合うか、流撃弾いけー、オッケー、決まった。あと一発、あと一発流撃弾かまそう。あと一発かまそうぜ。まだいける、まだいける、まだいける。絶対いける。いける、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 いけ。よし、来たー。オッケー、でかいぞ、これは。この一発はでかいぞ。やべえ、狙われるか、これ。狙われるよな、狙われるよな、うおー、今の神回避。見たか、今の神回避。え、なんか出て、え、ちょっとなんか、お兄さん来たよ。お兄さん来たよ、ちょっと。ディア、お呼びでないよ、お前は。やばい、これ届くか。おーした、届いた。いったね。尻尾剥がすか。尻尾剥がすってどんな日本語じゃ、それ。斬撃弾を浴びせましょう。お、今転んでるね。ここでこそ流撃砲入れたいけど、まあ、あえて斬撃弾を、集中して入れていく。よーし。まあ、斬撃弾もね、普段結構狙いづらいんで、尻尾。動き回ってるわけだから。このさ、光虫が今、目の前待ってるんで、ここ有効活用したいんだけど、斬撃弾をその間に入れていきたい。そんな暇があるんだったら。ちょっと斬撃弾に集中していこう、今日は。どう？ちょっと、自分前回よりヘビーボーガン上手くなってない？気のせいかな？もう基本ヘビーボーガン大好きだからね。もうこれからね、もうラスボスまでね、これ一本でね、行こうかなと思ってるぐらい。あ、仲間来てくれた！アイさん来てくれた。どこいるんかな、今。よし、斬撃を見回ってやろう。あ、バレた、なんか。刺したぞ。おー、すごい、また神回避。見たか、今の。超ギリギリで回避するという。ただ、尻尾に斬裂弾、なかなか打ち込めないな。これさ、完全確実に尻尾に当たらなくても、なんか、いい感じじゃない？あの、歯がさ、吹き飛ぶからさ、今回から、斬撃弾って。その吹き飛んだ歯さえ当たれば結構切れてくれるみたいな。おーっと、なんかまたディアブロス、しつこいな、お前。なんか今ディアブロスの声聞こえたぞ。どっかいるだろう。ディアブロスどっかいねえか。尻尾まだ切れないかな。当てづらい、尻尾本当に当てづらい。弾もったいないんだよな。だから外したくないから慎重に狙ってんだけどさ、さっきから。今だ。あー、今じゃなかったな、今じゃなかったわ。いけ、ああ、外した、もったいな。俺のお金をドブにしてしまったよ。さあ、頼む、そろそろ。おお、やばい。足が弱い、弱ってるぞ。弱ってる、その前に尻尾切りたいんだけど。ちょっと尻尾先に切らしてよ。やばい、マジで尻尾、もっと慎重に当てていこう。そうか、リオレイヤーの痕跡あったけど、今、ここにリオレイヤー出るんだね、砂漠に。まあ、今、過去作でもリオレイヤー砂漠に出てたしね。いけ、残裂弾狙っていけ、ちゃんと。いけ。あー、違うところに入れちゃ、あー、やべえ。これ、無駄なダメージを体力に入れてしまった。しっかりと尻尾のみに入れていこう。斬撃弾を尻尾のみに入れて切るんだ。おー、危ない。前に回避しようとしたら、横に回避しようとしたら前に回避してしまったっていうね。いけるか。あー、外したね。あー、かなり外したな。一発当たったけど尻尾、切れるか、切れるか、そろそろ頼む、ほんと。いけ。いけ、おーし、2発当たった。これ切れるんじゃね。おっしゃ、切れた。やった、尻尾切れた。お、あゆが仲間に来てくれた。太刀か、太刀使いや。よーっしゃー、流撃弾を、じゃあ仲間来たんでちょっと流撃弾を自重していこう。3段でおねむさせてやるか。3段だ、3段をこの前足に当ててみようかな、ガンガン。あ、でもその前に待てよ、機関流砲が使えるようになったんで、こいつをお見舞いしてやろうと思ったけど逃げられたな。よーし、ボルボロスの尻尾から尻尾が出るといいんだけど、どうだ、何が出るかな。おお、尻尾きた。土砂竜の尻尾きた。もう前回も言ったけどね、やっぱ尻尾を切って尻尾が来るのが一番嬉しいんだよね、なんだかんだね。
ああ。しっぽくて鱗とか来たら結構ショックなんだよね。落ち込むからね。ほんと。ていうか今回あれだな。支給品アイテムとかってなくない？あったっけ？キャンプから始まったっけ？そもそも。覚えてねえや。全然支給品ボックスとか漁った記憶ないんだけど。今回はそういうのはない感じなのかな。おかげでスタミナが結構走るのがもうきつくなってきてるんだ。よーっしゃー。ここ来たってことはもう眠るよね。あ、眠らないんかな、こいつの場合は。固まったけど。起こしちゃった？あ、寝たんだ、やっぱり。寝たのか、こいつ寝るんだ。え、また泥かぶっちまったけど。もう体力ほとんどもうないだろ。ミリだろ、こいつ。やばい。結構うまいこと言ってるよ。お、弾が切れた。お、なんかすごいかっこいい形使ってんな。ちょ、やばい。あ、今高台壊された。あ、やばいやばいやばい。突進されるかと思ったけど大丈夫だった。この土に埋まるのは痛いな、結構。お、タックルか、これ。タックル。あ、尻尾振りか。尻尾ない、ないからな。脅威ではない。おお、頑張れ頑張れ、せいぜい。間違えて機関流砲起動しちゃったよ。うわ、いった。やっぱちょっとやばい。ピヨッタピヨッタピヨッタって。武器を出せ武器を出せ。ちょっとなぜか捕獲用ネットを起動してしまった。あーっと、ピヨってる間にターゲット達成された。お、アイテムの前になんかムービー入ってよ。ちゃんとアイテム取らせてくれるんだろうな。おかえりなさい。ただいま。皆さん無事ですよ。安全な場所に隠れてもらってます。じゃあ迎えに行ってきます。キャンプで待っててください。大丈夫か、ディアブルスまだいるんだけど。あいつの存在は忘れてないか。なんか来た。君はもしかしてゴキ団か。このヒゲの生やし方、もしかしてイケメンか。もうそれだけの時間が経つのか。一騎団の人、もしかして。古竜の渡る時期がまた訪れたのか。大昔の人。あ、エルフか。耳が長いから。私もハンターなんだ。エルフっていうか竜神族か、モンハンの世界で言うと。よかったら話を聞かせてくれないか。場所を変えよう。この武器って総中痕？そうか、みんなに変わりはないか。よかった。学者先生たちの熱意も相変わらずだな。ていうかスリンガーがほわほわ光ってるんだけど、あれなんかすごい気になる。あのモンスターを追っているのか。私もだ。痕跡をたどれば真実にたどり着くと思っている。俺 PV で言ってたセリフやな。今ここで出たのか。そろそろ行くよ。この近くに私のキャンプがある。君たちも自由に使ってくれて構わない。それと皆に伝えてくれないか。心配はいらないと。私はこのまま導かれるに任せて進むつもりだ。もし君も導かれたのなら、すべてを超えた先でまた会おう。言うこと一つ一つなんか臭いな。でもかっこいい。声が渋いからかっこいいと思ってしまう。中二病臭いのに悔しいな。 あんなでっかい隕石持ってきたのかよ。あんな隕石じゃなくて岩石というか溶岩か。すげえな、よく燃えずに持ってこられたな、ここまで。なんかあのおっさんキャンプくれるらしいけど、ラッキー。お、アイテム報酬ちゃんと取れる。広角爪、廃坑、広角、竜骨臭、広角、鎧玉、小中、ニトロ、雷光中、雷光中。大地の結晶欲しかったんだよね。土砂竜爪。よっしゃ、約束 OK。2人でやったんで、今回は報酬山分けだよね。今まで通りだね、モンハンはね。あ、お供の道具熟練度があとちょっとでレベルアップ。これね、地味に役立ってるんだよね。三つ虫か。回復してくれる頻度が上がるのかな、レベルが上がると。ご苦労。
読んでくれないのか。護衛および痕跡の回収ご苦労だったな。ご機団の動きで働きで各地の痕跡が順調に回収されている。素晴らしいな。今回収した痕跡を調査している。まもなくマグダラオスの現在位置を予測できるだろう。さて、調査結果が出るまでの間だが、ご機団はとある学者の探索を行ってほしい。だそうです。じゃあ次は探すのか。直ちに向かってくれ。じゃあまた砂漠に出撃するとね。よし、オッケー。不穏の沼影っていう受注クエストあるね。じゃあ次はそっち行ってみましょうか。じゃあ、時間的にキリがいいので今回はこれまでということで、見てくれてありがとうね。 You Mr. GTOBOT でした。バイバイ。